はいどうもこんばんは。いやー来ちゃいましたねこれ不良品が。はいということでもうこのね外箱見た時点でかなり嫌な予感はしてたんですけど、この辺とか破れちゃってるしね、中もね、はい、こんな感じで雑にただ押し込まれてるだけの状態で入ってると。まあね別にこんな感じで入ってたとしても USB ケーブル自体が使えれば僕は問題ないので。これでもいいかなと思ってたんですけど、ちょっとね見ててね、これね今ちょっと充電器つないで電圧取るためのこのセンサーつけて、例えば僕のスマートフォンなんかを充電してみます。はいつなげました、実際に電源つないでみるとこんな感じになってて電流流れてないんですよ。なので当然ですけど充電もできてないと。このケーブル自体がもう全然ダメだと。でちょっとこの辺クイックしてみたけど全然変わらないので、これはもうね完全に不良品だっていうふうに認定しました。これね Amazon で購入したものなので返品手続きを行ってみたいんですけど、ドス初心者の皆さんのことですからおそらくね Amazon の返品って言ってももう全然何をどうしていいか分かんないと思うんですよね。なので、今日はね僕はこの Amazon の返品について実際にパソコンでね Amazon のページを見ながら返品手続きを行って実際に返品するっていうね、全工程をねお見せしたいと思います。でね Amazon の返品動画に関しては以前ねスマートフォンのアプリの方から返品するっていうね、まあ同じような動画作ってるんですけど、あの時からちょっと時間も経ってるので Amazon の返品ページがちょっと若干変わってる、仕様も変わってるかもしれないので、今回はね2022年版の Amazon の返品方法ということでできるだけ丁寧に説明したいと思います。 Amazon の返品で困ってるという方はこの動画をね最後まで見ていただいて、で分かんなかったらね何かコメント欄なり Twitter の DM とかでも質問を受け付けているのでそっちの方で質問していただければいいかなと思います。僕の分かる範囲でねお答えしたいと思います。はいじゃあ早速ね Amazon の返品やっていきたいと思います。これね Amazon のトップページですけど、この Amazon のトップページの中から、こっち側の右上にあるここですねこれ、返品もこちら注文履歴ってとこね、ここをクリックします。これがね僕の Amazon の注文履歴なんですけど、この中から返品したい商品のね右側にあるねこっち側商品の返品っていう部分ね、これですこれをクリックします。はい、すると返品する商品を選択っていう画面で、ここに返品の理由っていうのがありますよね。これをまずは入れていきます。返品理由はこんな感じで選べるようになってるんですけど、例えばね都合により必要がなくなったとかね、そんな感じの理由っていうのはこれはあくまでも購入した人側に落ち度があるということで、こういう場合には、送料負担で返送する必要があります。はい、この辺は注意が必要ですね。返品で全額返ってくるっていうのは Amazon 側に落ち度がある場合ですねっていうのを分かった上で返品理由を選んでください。で今回ね僕の場合は、完全に不具合があったのでこれですね、商品に不具合または損傷があると、これを選んで返品したいと思います。でそれ以外にもね例えば都合による必要なくなったとかね、こういう理由で商品の中身を開封しちゃってね全部開けちゃってるとかね、そういう場合にはおそらくですけど送料を負担した挙句に商品のね金額の半分ぐらいしか返ってこないとかね、そんな感じにもなる可能性はあるので、これあくまでもね Amazon 側の判断で返ってくる返金額っていうのは変わると思います。はい、でコメントをご記入くださいと書いてあるので、商品のね内容ねどんな感じの不具合があったのかっていうのを入れればいいと思います。まあ200文字程度なのでそんなにねここと細かく入れる必要はなくて、どんな不具合があるのかっていうのを端的に分かるように書けばいいかなと思います。充電できないと、はい充電できないとものすごく端的に入れましたけど、これでいってみたいと思います。次に行きます。はい、で手続き方法を選択とありますね。でこれはね返金方法ですね。僕はねすでにカード払いで支払いの手続きは行ってるんですけど、この場合に Amazon ギフト券で返金されるのか、それともクレジットカードの返金手続きで返金されるのかと、これを2つ選ぶことができます。でクレジットカードの返金の場合にはちょっとね時間がかかるみたいなので、僕はいつもこっち側ですね、 Amazon ギフト券で返金されるっていうのを選んでやってます。でこれでねやると商品がね Amazon の方に届いた時点ですぐに処理されて、同じ金額の Amazon ギフト券が使えるようになるので、実質上の返金されたというね、そんな感じになると思います。なのでこれ Amazon ギフト券の返金でやりたいと思います。はい、じゃあ次に進みます。で返送方法はヤマト運輸の営業所に持ち込み、これ以前僕やりましたよね。この方法で以前はやりました。あとはね対象の店舗に持ち込みと、これおそらくヤマトとかその辺の周辺のね提携してるようなそういう店舗に持ち込む場合と、あとはヤマト運輸の集荷の場合ですね。この3つを選ぶ場合にはラベル等は全く必要ありません。なので、楽に行きたい時はこっちですね。でそれ以外の発送方法で返送したい場合には、こっちの以下の方法で返送するっていうのを選んで、自分の都合のいいね方法で返送することができるみたいです。なので、自分がよく使うね運送会社とか郵便局とかね、そういうのを使えばいいのかなと思います。でこの場合にはおそらくねその伝票とかっていうのは手書きする必要があると。でこっちを選んだ場合には Amazon の返品センターとかね、その返品場所の住所が記載されたページが出てくると思うので、それをね印刷するか、手書きで写し取って返送する必要があると、そんな感じだと思います。で僕はねもうこういうの手書きとかしたくないので、あくまでもこの返品用ラベルなしの状態ね、この方法でやりたいと思います。で前回ねこのヤマト運輸の営業所を持ち込んで、実際にねネコピットっていうもので QR コード読み込んで返送をやってみたので、その辺のやり方を知りたい方は前回の動画を見てください。で今回はこっちね対象の店舗に持ち込み、これで行ってみたいと思います。でヤマト運輸の集荷を選んだ場合はね、こんな感じで集荷してくれる日を選択して集荷時間っていうのを選択することができます。でこの時間で集荷してくれる場所ね、自分の住所を入れておけば、この時間になるとヤマト運輸のドライバーの方がちゃんとね家に来てくれます。当然これも返品用ラベルいらないので、あくまでも商品を梱包した段階でね、梱包した状態で待ってればいいと。で玄関口に来てくれたドライバーの方にそのままそれを渡していただければ、あとは勝手に全て手続きが終わるような感じになってます。梱包方法とかに関しては後でね動画の最後の方にちょっとちらっとやりたいと思います。はい、で今回はこっちね対象の店舗に持ち込みっていう方法でやってみたいと思います。お近くのPUDOまたはファミリーマートに商品を持ち込んで返送してくださいと。これはねスマートフォンが必要になるので、おそらくこっち側もスマートフォンに QR コードを表示させた状態でそれを使うと、そんな感じだと思います。PUDOステーションってなんかヤマト運輸の横とかね、結構ドラッグストアのとことか駅とかね、受け取りとかね発送とかできるね無人のボックスみたいなのを見たことがあるかなっていう方もいると思うんですけど、今回このPUDOを使って、無人の状態でねどんな感じで発送するのかっていうのをやってみたいと思います。はい、じゃあ手続き開始ボタンを押します。はい、するとねすでにこれ5月8日までに商品をご返送くださいとあって、同じくね僕の登録しているアドレスの方にも、詳しい情報は来てるみたいです。でここにね返品に必要な情報表示っていうのがあるので、これを押します。するとねこれ QR コードこれ出てますね。これを持っていけっていうことだと思います。これはねここの画面でも見れるし、おそらくね登録しているメールの方にも来てるので、メールの方で開いても見ることもできると。当然ですけどスマートフォンの Amazon のアプリで自分のね同じアカウントでログインしてればこの QR コードを表示することができるので、スマートフォンにこの QR コードを表示できる状態にして持っていくと、そんな感じの流れになると思います。このねPUDOで発送っていうのは僕はやったことないんですけど、PUDOのね機械あるところに行ってね実際に発送するっていうのをやってみたいと思います。でそれ以外にファミリーマートで発送できるみたいなんですけど、フファミリーマートでやる場合にはこのファミポートっていうのがあるのかな。おそらくファミリーマート内に設置してる印刷する機械かなんかだと思うんですけど、これに QR コードをかざして、でその券を印刷してレジに持っていくと、それでどうやら発送ができるみたいです。まあやってみれば意外と簡単なので、どちらかねお好きな方法でやればいいんじゃないかなと思います。はい、僕はねこのPUDOで発送するっていうのをやってみたいと思います。で、必要なのはこの QR コードだけですね。なのでこの QR コードをスマートフォンで表示できる状態にして、あとはね梱包した荷物を一緒に持っていくと。 QR コードの表示方法ですけど、ここですね、注文履歴を開いて、同じくねこの返品手続きしたやつですね、これもう返品開始のところにチェックしてますよね。なのでここのね返品をラベルと返送手順を表示っていうところをタップすると、はい、もうここに QR コード出てますよね。この QR コードをそのまま持っていけばいいと。まあ当然ですけどこれ今パソコンにね表示してますけど、このパソコンをゴリゴリ手で持ってってもできると思います頑張れば。はい、まあ、要はこの QR コードを読み取り機にかざすことができればどんな状態でもいいと、そんな感じになってると思います。この後はちょっとね返品する場合の梱包についてね実際にねやってみながら説明したいと思います。梱包方法はねできればね届いたまんまの状態で返すのが理想ではあるんですけど、まあ人によってはねこういう箱とかね、あと届いた段ボールとか入れ物ね、そういうのを全部投げてしまったという方もいると思うので、その際には基本的にはね内容物は全部返した方がいいと思います。こういうね本体と説明書類とかね、そういうのがある場合にはその辺を全部返した方がいいと思います。箱は最悪ね破いてしまってないっていう方はそれは仕方ないのでそのままね入れて返せばいいと思うんですけど、不具合とかそういう場合にはその状態でもねおそらく全額返金されると思います。で不具合じゃない場合とかね、こっち側の都合で返品した場合で、内容物が全部揃ってないとか、商品を全部開封してしまったとかね、ビニール剥がしてしまったとか、そういう状態の場合には全額は返ってこない可能性が高いので、その辺はね覚悟した方がいいかなと思います。で今回はまあおそらくねどんな梱包しても全額返ってくると思います。じゃあ早速ですけど、まあ商品をねあった状態に戻します。はい、はい、この状態ね、このまんまの状態で返したいと思います。届いた時のこれ Amazon のこれ袋ね、こんな状態で届いてるので、このままねこれをそのままざっと入れて、これで送りたいと思います。今回はこれね USB ケーブルだからプチプチとかそういうもの入れずにこのまんま、返品したいと思います。精密機械とかそういうねちゃんとした機器の場合には一応ちゃんとした梱包はした方がいいかなとね僕は思います。僕は返品する時には商品の状態によってはきちっとねちゃんとした段ボール箱を用意してきちっと梱包して返すようにしてます。まあそれはね不具合があった商品でもちゃんとそういう風にして返してます。その方がね受け取る側も気分はいいと思うので、まあ不具合があるからといって精密機械なのに雑な梱包でほとんどね梱包しない状態で返すとか、そういうのはねできればやめた方がいいんじゃないかなとは思います。この辺はねまあ個人の考え方とかモラルなのかなっていうところはあると思うんですけど、あくまでも僕はなるべくあった状態、届いた状態と同じ状態で返すように心がけてます。はい、じゃこれねそのままこんな感じで届いたのでそのまんまこうやって入れてがっちり折り曲げてね、こんな感じで送ればいいかな。こんな感じのガムテープ切るやつホームセンターに売ってるので、これ結構おすすめです。使いやすいね。はい、これでだいたいちょっとこれよりもちょっと長めになるようにこう切ってね、でこれをここに貼ってこんな感じですね。まあ剥がれなきゃいいと思うのでこんな感じで貼って、ちょっと僕はこっち側にね折り返して、同じくね反対側もこっち側こうやって折り返して、ちょっとね梱包は雑ですけどこれでね、まあ開かないと思うのでこんな感じで、はい、こんな感じですね返したいと思います。ちょっとここは穴開いてるんで気になる場合はここもちょっと軽く補修してね、こんな感じで補修して、はい、こんな感じで補修してね送りたいと思います。あとはこれをね、PUDOの方に持ち込んで実際に発送してみたいと思います。はい、ということで早速ね、PUDOステーションの前にやってきました。はい、こんな感じでね、真ん中にモニターがついてて、左側にはこんな感じでご利用方法っていうのが書いてあります。で、操作するのがこの真ん中のモニターのところで、受け取りとね、発送っていうのがあるので、発送ボタンを押します。で、バーコードをスキャンしてくださいって出るんですけど、この下にね、赤くピカピカ光ってるところがあるので、ここにね、スマホのこの QR コードをかざして読み取らせます。はい、こんな感じでね、読み取らして、するとね、まあ、機械は発行されませんっていう注意書きが出てくるので、OK を押してね、ここから先はずっとね、注意書きがいくつか出てくるので、OK ボタンを押しながら先に進めていきます。はい、これも危険物とかそういう感じの注意書きが出てます。これも OK ボタンで先に進みます。はい、するとね、お届け日時を指定って書いてあるので、これはね、指定なしで選択してます。お届け時間帯も指定なしということで、そのまま送ります。はい、それで続けるボタンを押して、はい、あとはね、ロッカーのサイズを選ぶと。で、これね、今回は一番小さいサイズなので、S ボタンをね、押します。はい、するとね、右側のこのね、一つのドアがね、扉がこうやって開くので、そこにね、返品の商品をそのまま入れて、その蓋を閉めます。するとね、こんな感じで最終確認って出てくるので、OK ボタンを押すと、これで荷物は正常に登録されましたと出て、これで完了です。あのね、思ってたよりも全然簡単ですよね。はい、ということでPUDOステーションで返送手続きを行ってから、まあこれ3日後の話なんですけど、こんな感じでね、 Amazon の方からメールが来てます。はい、これはね、無事に返品の手続きが終わって返金の手続き完了しましたっていうね、そんな感じのメールが届いてます。で、全額ね、これ899円ですけど、全額は Amazon ギフト券で返金されてるみたいです。はい、こんな感じで割とね、送ってからすぐですね、ほんと3日ぐらいで、すぐに手続きが完了して返金処理が行われました。でね、Amazon ギフトの見方ですけど、このアカウントリストの中からこのギフト券残高ってやつね、これをクリックするとギフト券の残高としてこんな感じでね、899円が今入った状態ですよね。次ね、何か Amazon で購入する時にこのギフト券分の代金を差し引いた状態で購入できるので、事実上ね、返金されたと同じ考えと、はい、そんな感じになってます。まあ返品の処理をしてからその次の日にね、すぐにPUDOステーションの方に持ってって発送したんですけど、それから3日後にもうすぐにね、メールが来て返金手続きが終了と。で、このギフト券の残高が増えてたので、今回返品処理を行ってから4日ぐらいで全ての返金処理が終わったと。まあこれもちろんね、 Amazon ギフト券の返金を選んだからこのぐらいね、早く終わったんですけど、カードでの返金を求めた場合にはおそらくもうちょっとね、時間がかかるものだと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、 Amazon の返品するっていうね、手続きから実際にね、発送するっていう方法と、あとは返金されるっていうところまでね、全ての流れについて動画でね、紹介してみました。このチャンネルではね、こんな感じでど初心者のために分かりやすいような動画もこれからもね、どんどん作っていきますので、興味のある方は是非ね、チャンネル登録なんかもよろしくお願いします。それではまたお願いします。